和田清老は、日本の美容研究家、美容研究団体、和田研究所創設者、東京都足立区北千住出身、麻布獣医専門学校卒業。1922年、和田牧場という牧場経営の長男として、東京都足立区北千住に生まれる。麻布獣医専門学校へ進み生理学、生態学を専攻。第二次世界大戦には、 人を戦線に高級獣医官として従軍。終戦から10年後、自らの肥満を克服した体験をもとに、和田式健康法を開発。日本で初めて体系的な送信法を確立させた。1957年、この和田式健康法を紹介することを目的とした、美容研究団体、和田研究所を発足。1959年から2年間にわたり、 大阪読売テレビ、テレビと共に痩せましょうが放送され一大ブームに、横綱、土地西木関の副長を指導、ファイティング原田氏のウェイト原料を指導し、世界タイトル獲得に結びつけるなど劇的な仕事を行った。和田は、肥満に苦しんでいた1956年、食事や入浴方法など、自らの生活について、国名に記録していたが、それをしているうちに、 今までのダイエット方法とは違うやり方に気づき、食事をとり、お腹いっぱい食べられること健康的に痩せられることウエストや腕、太ももなど、いわゆる部分痩せで引き締めることができることこの3点を、和田自らの持つ生理学や畜産学の知識を活かした和田式フィギュアリングというダイエット法として確立するようになった。1957年、この和田式、 フィギュアリングを紹介することを目的とした美容研究団体和田研究所を発足。これをより広めるきっかけとなったのは1959年に大阪の読売テレビ放送にて放送されたテレビ体操の番組テレビと共に痩せましょうでこれをきっかけに日本のダイエットの素美人作りの草分け的存在として称えられる。またこの和田式フィギュアリングは 各界の著名人にも広く普及させており、高順皇后、栃西木清高、ファイティング原田らにも指導させている。和田は、このダイエット運動法の開拓をきっかけに、美しい女性に栄誉と実益を与えようと、1950年と1952年に2回開催され、その後中断していたミス日本コンテストを1967年に15年ぶりに再開することを決断。 以後、和田が創始した和田研究所の社会福祉貢献活動の一環として取り組むようになっていった。受賞者には各種行事の来賓として招待されるだけでなく、和田式ダイエット法などのこれまで和田が培った美のノウハウを後世に伝え、受賞者自らが様々な分野で活躍できるように応援していこうとする姿勢を整えている。2006年12月16日、 84歳没。没後、この和田式、フィギュアリングなどの美容法について、数多くの特集がテレビなどで紹介され、改めて和田の業績を歴史的側面から評価されるきっかけにもなった。2015年、この和田の業績を称え、これまで公募のみで選出してきたミス日本に、この美しい女性に栄誉と実益を与えようとするミス日本の理念に合う。 各界で顕著な活躍を見せ、将来の期待を秘めた女性著名人に対して特別にミス日本を贈呈する和田聖老特別検証ミス日本の表彰項目が新設され、新体操日本代表の畠山愛理に第一号が贈られた。食事会回の食事で、肉、魚、海藻、貝、野菜、豆、卵、乳製品、油脂の9種類を 毎回の食事で登場させ、バランスよく、かつ、お腹いっぱいになるまで、ゆっくり噛んで食べる。そして食事の間隔を6時間以上空けるようにする。体操週一度、10分程度だけ行う。全身だけでなく、気になるところの部分痩せもすることによって、インナーマッスルを鍛える。入浴週一度、45分間じっくりかけて、入浴を行う。赤すりをし、 ダイエットによる肌のたるみを抑え、古い角質を取り除いて、肌の新陳代謝を活発にしていく仕事生活に、メリハリを整えて、綺麗になりたいとする自覚を持つために、食事と食事の間に仕事をこなす。仕事には、オフィスワークや、授業だけでなく、軽いスポーツや家事なども含まれる。急速筋肉や血液、細胞、肌の新陳代謝を整えるには、 毎日きちんとした睡眠の時間を規則正しく取るようにして痩せやすい体を作る。ありがとうございます。